ブループロトコルはローンチ以降にいろいろなアップデートが入って変化しています。アップデートによって追加された要素はたくさんありますが、今回はここ最近のアップデート内容についての感想を話していこうと思います。まず話しておきたいのはエクシードシステム。エクシードシステムはマックスレベルの60に到達して以降も経験値が増え続け、レベルが上がるのと同じだけの経験値を稼ぐたびにエクシードフラムというアイテムを手に入れることができるシステムで、MMORPG では割とよくあるシステムです。このエクシードフラムは様々なアイテムと交換できますが、特に溢れた経験値を他のクラスに分配できるシステムは素直にいいシステムだと思いました。クラスごとにレベルが分かれているこのゲームでは再度レベルを上げていくのが手間だし、マックスレベルのクラスを使う機会は多いので無駄がかなり減って時間の短縮になるのが素晴らしい点だと思う。ただし難点としては分配できる経験値量が少なすぎることがある。このエクシードフラムだけを使って他のクラスのレベルを上げていくことを考えるのはあまり現実的じゃないし、いいシステムではあるものの、もう少し取得経験値を増やしてくれるとさらに他のクラスを使う動機づけとしてプラスに働くんじゃないかと思いました。次にスキルパレット。スキルパレットはここ最近のアップデートで最も良かった変更点だと思います。スキルパレットの追加によって戦闘中にボタンを押すことでスキルパレットを入れ替えて使うことができるようになりました。メインで使っているツインストライカーを例にとってみると、バフ系のスキルも便利なので積極的に使っていきたいと思っていても、タクティカルパレットのスロットの少なさを考えるとダメージ系を優先せざるを得なかったんですが、4つ増えただけで選択肢も増えたし快適度もかなり上がったと思います。この変更は本当にプレイヤーのフィードバックをうまく活かしたいい選択だったんじゃないかな。次に武器とエンハンスイマジンの入手方法。これまで素材を集めるプロセスがめんどくさかった武器やエンハンスイマジンがミッション攻略後の報酬で手に入るようになったのはいい変化だと思う。単純に素材を集める時間が短縮されることとミッションをやる理由が生まれることでミッションのプレイヤー不足にもある程度対応できるようになったのはいい感じです。Gクラス以外の武器も手に入るので、これによって複数クラスの武器を揃えやすくなるっていう点もいい点ですね。次に限界突破。武器やエンハンスイマジンが入手しやすくなったので結果的にこのシステムはうまく働いていると思う。武器であればソケット数や特殊効果、エンハンスイマジンであればアビリティなどを引き継げる仕様はとてもいい仕様だと思う。今まではベストの武器やエンハンスイマジンができるまでずっと周回といった感じだったけど、武器やエンハンスイマジンを組み合わせることで欠点を補っていいものを作り出すこともできるので、結果的には今までよりも厳選はやりやすいんじゃないかと思う。ただし武器やエンハンスイマジンに関してはいいとしても、バトルイマジンは今の仕様で限界突破があるのはいまいちだと思います。バトルイマジンの素材集めはどうしても時間がかかってしまうことを考えるとストレスがたまる仕様だと思う。まずユニークモンスターのイデアを集めて素材を集めていくという流れはどうしても時間がかかってしまうので、この限界突破にバトルイマジンを含めてしまったのは良くなかったように思う。最終的なバトルイマジンのビルドを考えると、優勝バトルパスと BPP で手に入るフェステベータやアインレインベータは限界突破するのは現実的ではないか、あるいは限界突破できないため普通に入手できるバトルイマジンの価値が少し上がったと言えるのかもしれない。次に防衛戦。おそらく防衛戦をやろうとしてみんなが引っかかるのは時間制限があることだと思う。現実の時間で開催される時間が決まっている仕様は人によっては参加しにくいし、サーバーの都合もあるのは理解できるんだけど、やはりもったいない。どうせならゲーム内時間で設定してもっと短い間隔で開催した方が絶対にいいと思った。そして単純にコンテンツ自体の質は低めだと思います。ルールとしてはタワーディフェンスに近いものですが、ダンジョンと同じくこのゲームのデザインをしている人はとにかく単調なものを作る傾向にあります。どうせなら段階的にフィールドが変わっていったりとか、タワーを建てれるようにしたりとか、何かギミックをもう少し導入すべきだと思う。特別に防衛戦としてプレイしているのに特別感がないし、このゲームモードをプレイするっていうのもダンジョンをプレイするっていうのも感覚的にはそう変わらないっていうのは結構問題点だと思う。ブルプロではオープンフィールドでの動きとしてはユニークモンスターがポップするぐらいしか変化がないので、例えばダイナミックイベントとしてオープンフィールドで防衛戦が開催できればフィールドも盛り上がるし、もう少し活気が出るかなと思う。現実的なサーバーの状況を考えると難しいかもしれませんが、最後に新しく追加されるクラスの予想をしていこうと思います。ブリッツランサーが追加されてから時間
間が結構経つけど、もうそろそろ次のクラスが出てきてもおかしくないんじゃないかと思う。特にメインストーリーで出てきた副団長ベロニカが使っていた両手剣が使えるようになる可能性が高そうだと思いました。ファンタジーセッティングの MMORPG だと両手剣は欠かせないと思うので、ユニークなスキルを持った新しいクラスが増えてくれると嬉しい。どんな MMORPG でも大抵はクラスを実装する前に NPC が先に使っているケースが多いように思うし、 NPC が使っていた分アニメーションもすでに作成されているので、そのまま使うこともできるんじゃないかなと思います。他のパターンとして考えられるものは、ダンケルクの使っていた特徴的なナギナタのような武器を使うクラスの可能性もありそうです。こちらの場合はそこまでコンバットの中で攻撃のモーションがなかったのでどうなんだろうっていうのはありますが、さらにブルプロ通信14を見ていた限りだと使う武器は楽器なんて話も出ていましたが、サポートロールの何かになるのは間違いなさそうです。両手剣はないのかもしれないけど、ユニークな武器を持った新しいクラスが期待できそうではあります。あくまで妄想の域を出ないけど、次のクラスに対して動き出している可能性は高いと思うので、どんなクラスが追加されるのかなといったところです。まとめとして、ブルプロトコルも長い時間をかけて徐々にコンテンツが増えてきました。全てのアップデートがいいものとは言えないけど、初期に比べるとだいぶ良くなっている部分が多いです。マネタイゼーション周りの変更はなさそうなので、ガシャに依存している衣装の少なさなどは今後も変わらない可能性が高いです。どうせならダンジョンのテーマごとの衣装などを報酬として実装してもいいのになぁと思う部分もあります。このままプレイヤーのフィードバックを順調に取り入れていい方向に変わっていくのか、もしくはどこかでこけてしまうのか、動向を見守っていきたいです。見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。ではまた。